はい、今回は一体型 PC エンジン PC エンジン Duo です。 Duo といえば、まあ数字の2を意味していますけども、ご存知の通り PC エンジンの Hue カードと CD ロムロムの2つのメディアを使うことができます。まずここが電源ですね。あら非常に軽いんですね。ここ Hue カードですね。 Hue カード、パカッと開けてパカッと閉じると、このカバーがあるタイプは PC エンジンシャトル以来ですかね。ちょっとせっかくなんで Hue カードを突っ込んでみますけども、プスッと差し心地は同じですね。カバーをするとほとんど見えません。ここコントローラーのタップの位置ですね。Busy CD ROM ではおなじみの Busy のランプがあります。オープンボタンありますけども、これでロックが可能ですね。蓋を開けてみますけども、こんなところに NEC のロゴが。パカッと開けるとおなじみのやつですが、初代と同じく、なんでしょう、パカッとかっちりはまるタイプではなくて、 CD ロムをそのままふわっと置いた感じですね。まあ、こんな感じなのが前面ですかね。左側面にはですね、おう、 AV アウトとヘッドホン端子があります。イヤホン端子というのかな。ボリュームつまみもちゃんとついてます。次が背面ですね。背面もシンプルですね。電源コード挿すとこしかありません。これね、 10V となってます。なので初代よりも 1V 上がってます。右側面は特に何もありませんね。いやー、極めてシンプルな形になってます。ちなみにこれグッドデザイン賞を受賞していますね。初代 PC エンジン CD ロムロムはやはり外付けということもあって、なんでしょうね、ごちゃごちゃした感じがありましたけども、すっきりとした一体型に仕上がっています。そこの部分ですが、特に何らかの拡張端子があるわけではありませんね。本当にもうコア構想は終わってしまったようです。初代 CD ROM と比較してみますけども、そうですね、設置面積はそんなに変わらないんですが、薄くなってます。で、形がすっきりしたことに目が行きがちですが、実はですね、 CD ROM の部分がスーパー CD ROM ROM に進化してます。スーパーになってます。SRAM がですね、4倍に強化されているようでして、まあ欠点だった読み込みの多さをある程度解消したようです。他に入っていたものはこの AC アダプターですね。当然 Duo 専用になってます。PAD124 という新たなる型番が与えられていますね。非常にですね、重たくなってますね。なんでしょう、このずっしり感は非常に大きいです。重たい。でもう一つ忘れてはいけないのがコントローラーですね。コントローラーも初代を継承していますけども、まあ、途中からですね、この連射機能がついたやつに習って、ちゃんとこのデュオに同梱されているやつも連射機能付きになってます。押した感じ、今までの PC エンジンコントローラー白と同じですね。振動やモーションだっていうものが全くないので非常に軽いです。今のコントローラーって結構重たくなりましたよね。で、あとは AV ケーブルですかね。シャトルとかコアグラフィックスなんかにはついていましたけども、この AV ケーブル Duo にも同梱されています。では早速、ちゃんと動くのかなということで、まずは Hue カードの方をやっていきますけども、スプラッターハウスですね。これファミコン版も出ていましたけども、PC エンジン版は業務用にアーケードといった方がいいのかな、忠実です。うん、ファミコン版はね、ワンパクグラフィティとか言って完全に限界を露呈していましたけども、 PC エンジン版は、ゲーセンをかなり近いです。で、コントローラー差し忘れましたね。後から差してもちゃんと認識するんですかね、コントローラー。聞くかな、ポチッと押してみますが、あ、ちゃんと動きますね。
いや当たり前だろうっていう方もいますけども、結構ですね、電源入れてからコネクター挿してもダメな場合って結構多かったんですけども、ちゃんとデュオ認識します。デュオなのか PC 変人なのかちょっと分かんないんですけども、ちゃんと認識しますね。いやいや、スプラッターハウス、なんでしょうこう当時多分映画でね、13日の金曜日かなんかのジェイソンかなんかでいたやつがモチーフだと思うんですけども、なかなかグロいですね。ファミコン版は本当にね、ワンパクって書いてある通りコミカルだったんですが、こちらは本格的にグロいです。今となってはこんなの普通だろうと思うかもしれませんが、当時はこれはなかなかショッキングなグロさでした。はい、次はアーケードデュオ、カードを突っ込んで CD ロムロム見ていきたいんですけども、実は持ってなくて、スーパー CD ロムロムを中古で買った時についてきたやつがいくつかあるんですが、そのうちの一つを、なんとか伝説ユナと書いてありますが、まあ、結構有名なタイトルだらしいんですけども、この手のものしか持ってなくてですね、最近 CD ロムロムを探し回ってはいるんですが、なかなかありませんね。はい起動してくるかな。スーパー CD ロムロムになってですね、読み込みが若干早くなったということなんですが、どうでしょうね、比較したわけじゃないので分かんないですけど、そこそこ時間がかかってましたね。なんか映りましたね。ちょっと画面が小さいので拡大したいと思いますけども、おお、なんか喋ってますけども、なんつうんでしょう、アニメーションはしてないですね。一枚の絵みたいです。まあフルボイスというのかな、ボイス付きですよね。地球代表というのはなかなか、他の方は宇宙人なんでしょうかね。ちょっと飛ばしてですね、オープニングですね。おそらくオープニングは力が入ってんじゃないかなと勝手に思ってますが、まあ歌付きですしね、まあ、この辺はさすがにオープニングということもあってアニメしているのかな。あんまり動けませんねちょっとゲームパートですね。よく喋りますが、何でしょうね、こう画面がアニメーションするわけではないですね。ごく普通なアドベンチャーゲームといった感じでしょうか。街をですね、結構破壊しちゃってますので、仲間外れというレベルじゃないと思うんですけどね。この辺がなかなかまあゲームなんで、ゴミを集めてくれない心配してますが、街がかなり破壊されています。ごめんなさいで済まないレベルだと思います。ようやくですね、このファイティングストリートと天外魔境ジライア2本発見しました。はい、いかがだったでしょうか。 PC エンジンデュオでしたけども、非常にねコンパクトにまとまったいいマシーンに仕上がっています。従来の CD ロムロム規格の上位規格であるスーパー CD ロムロムになっていますので、読み込みの多さなんかは結構軽減されているっぽいんですけども、ちょっとね比較したわけじゃないんで体感はしていません。でまあこれから PC エンジンをやってみたいなんていう方はですね、この一体型なんかがおすすめですかね。どうしてもこの PC エンジンといえば白という方以外は、この一体型があれば CD ロム、ヒューカード両方 OK です。ではまた。